今回ですね、あの、この前録画したですね、あの、撮影した北斗のマンチョコのビッグルマンシールの値段の方ちょっと調べていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。まあ、メルカリの方でですね、普通にあの、開いてもらって、なんだろう、北斗のマンで出ますかね、北斗のマン、あ、出た。 で、北斗の晩で僕がそのケンシロウのナンバー20のシークレット版っていうのがあの5個を開封してなんと2個当たった動画っていうのをありますので、あ、その動画ですね。あの、下記の概要欄に貼っておきますので、あの、奇跡的な動画になってるので気になったらちょっと見てもらってください。で、多分これ発売したばっかりで、コンプリートってこれは、あー、これですね、これ。このコンプリートの このケンシロウがシークレットなんですよナンバー20でこれが2個当たったんですよね5個開けたらでコンプリートでも5,000円で売られてるんですよで1個100円だとしても20枚だからこれ2,000円の価値なんですねでもしこれ5,000円で売れたとしたらあの差額あのメルカリだけでも3,000円抜けるんですよ で、一ついいところが3000円で抜けたくせに20個のチョコ食えるので、あの、おやつ代かからないよっていう感じなんですよね。ああ、多分これかな。20周年、350周年のコンプリート。一応3400円でいいねについてるって感じなので、ちょっと売れてる履歴っていうのは、売れてる履歴はまだ、ないかな。 これかな ?3,500 円で売れてます。あ、これですね。これが今コンビニセブンイレブンに行ったら売れ買ったやつで、コンプリートしたら3,500円で、なんと、あの、売れてますね。これですね。この研修のが当たったって感じですね。あ、これ安いね。これ6枚セットに500円か。何 そうですね。このケンシロウで900円でいいねよ。あ、これですね。これが当たったんですよ。5個開けたら2枚。お前はもう死んでいるケンシロウ。で、あの、ちゃんと、そうなんですよ。新品未使用するために、あの、開封したらすぐこういったスリープっていうケースに入れて、やっぱ傷つかないように、これですね。ナンバー20のケンシロウが当たったって感じで700円なんですよ。でも逆に700円でもし売れてくれたら、あの、お菓子100円で買えるので、まあ7倍の価値出るよねって感じですよね。 だからあの結構あのコンビニのお菓子とかのおまけのものを売ってあのお金の足しにしたりとかまあ逆にあのコンビニの,そのおまけのシールとか売ってその商品自体をタダで食べるとかタダで食べる方法としてはあのこういったものをあのメルカリで売ったりとか多分これ eBay で売ったら僕の勘1500円とか2000円ぐらいで売れる気がするのでちょっとあの早めにその出品動画ですね あの出品のやり方とか、その動画ちょっと撮っていこうかなって思いますね。このシールですね、当たったの。で、こんな感じで、やっぱりあのスーパー行ったりとかコンビニ行くときに、あの、なんだろう、広い視野を持って、いろんな商品を見て、あ、この商品のおまけ商品売れるんじゃないかなっていう商品があったら、とりあえず買ってみて、とりあえず出品してみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。 じゃあ、こんな感じの、まあ、あの、まあ、広い視野を持とうっていう感じの動画でした。ありがとうございます。